被覆アーク溶接の作業被覆アーク、溶接被覆アーク溶接とは、溶接の一種。作業が全て手作業で行われることから、手棒溶接、手溶接と呼ばれることがある。金属の棒に被覆と呼ばれるフラックスや保護材などを巻いた溶接棒を電極として、母材との間にアークを発生させる。アークの出す高温で母材が溶け金属の溶融値ができ、さらに溶けた。 溶接棒が溶滴となって母材と融合する。この時溶接棒のフラックスは高温のアークによって分解されガスとなってアークと溶液値を大気から保護しアークを安定化させている。また溶融したフラックスはスラグとなって溶接箇所を覆い溶接金属をスパッタや大気から保護する役割もある。さらには溶接金属の正常作用もあり 母材表面に付着する不純物を取り除くことができる。比較的簡易な装置で溶接できるため、あらゆる産業分野で広く使用されている。日本では構造や保守が簡易であることから、主に交流水化特性電源の溶接機が使用されているが、直流やインバーター制御、エンジン式、バッテリー式の溶接機もある。また、風に強いため、 屋外で使う溶接といえば被覆アーク溶接のことと考えてよい。水中で使うことのできる溶接棒や湿気に強い溶接棒も開発されているが、基本的には被覆アーク溶接に用いる溶接棒の被覆材は湿気に弱い。フラックスが湿気を含むと以下の不具合が発生しやすくなる。従って溶接棒は乾燥した貯蔵庫に保管し、 使用前に70摂氏100度で30から60分乾燥を行ってから使用するのが望ましい。また、低水素系溶接棒は乾燥後直ちに使用しない、場合は100摂氏150度の温度に保たれる。保管容器に入れて適に取り出して使用するのが望ましい。さらに、取り出した後の待機放置時間も制限があり、通常2から4時間である。この制限時間を超えた場合は、 再感想が必要となる。ありがとうございます。